不思議か多ギ族に分類される鳥類である。インドネシア、オーストラリア東部、日本、パプアニューギニア、ロシア南東部下記に、日本、ロシアで繁殖し、冬季になると、オーストラリアへ南下し越冬する。全長27.5から31.5センチメートル。体重0.1から0.2キログラム。日本に飛来する多シギ族の構成種では、最大種で、 和名の由来になっている。お葉の枚数は16か18枚。目上部から後頭にかけて、眉上に単行色の筋模様が入る。上面や胸部を覆う羽毛にはう軸に沿って暗褐色と赤褐色の斑紋が入り、羽毛の外縁は泡褐色。胸部を除く仮面は白い羽毛で覆われる。くちばし基部から目を通り後頭部にかけて黒い筋模様が入り、下岸線が 眉藩よりも細い個体が多い。くちばしは長い。くちばしの色彩は淡褐色で先端が黒い。講子の色彩は黄緑色。草原、湿原などに生息する。単独で生活するが、渡りの途中には小規模な群れを形成することもある。植生は動物食傾向の強い雑食で、主にミミズを食べるが、昆虫、種子なども食べる。 繁殖形態は卵生。繁殖期には縄張りを形成する。オスは縄張りなよう泣きながら飛翔した後にお葉を広げて、葉音を立てながら急降下という行為を繰り返して求愛する。地表に枯れ草などを組み合わせた皿状の巣を作り、4から6月に1回に4個の卵を産む。メスの実が放卵すると考えられている。日本では開発により、北海道では 繁殖地に適した環境が増加しているが、本州では減少している。純絶滅危惧。ありがとうございます。